い、どうもこんにちは。今日からまた新しい1年生の文法事項ドーンでも書いてきましたね。現在進行形ってやつ、さあ何でしょうかって言ったらね、今なんかやってるよっていうのを表したい時に使う表現が現在進行形って言うんですよ。でね、形はこんな形してます。で、あとポイントはこんなポイントですっていうのをまとめました。で、3回やりたいね。1回目が肯定文で、2回目が否定文と疑問文で、3回目が下線を問う文っていうのをちょっとね、応用があるんで、そこまで教えちゃいます。現在進行形ね、今ちょうどやってるぞっていう言い方なんだけど、まず形、ここね、主語の次に be 動詞。おいおい、ちょっと待った、 be 動詞っていいよな。 is と am と are よ。これね、現在形の be 動詞、過去形の be 動詞ってあるんだけど、これ2年出てくる。まあ2年、また1年の最後のに出ちゃう時もあるかもしれないけど、まあ基本2年かな。はい、じゃあね、そしたら is am はどれか書くんだよ。で、どれ書けばいいんですか。おい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 、 be 動詞は主語で決まるんだよ。 I だったら am ね、 you だったら a、 複数だったら a ね、 he she だったら is、 単数だったら is、 そういうことかね。はい、で、あとは一般動詞の原型に ing つけますね。だから play とかに ing、 play ね、 study に ing、 study、 そういう感じ。はい、で、訳はね、何々しているね、してる、するじゃないの、してるのね。はい、ということで be 動詞プラス一般動詞の原型に ing ね、何々している。はい、ポイントいこう。ポイントはね、まず語尾がいいで終わるやつ、いいでよ、いいでよ、いいね。はい、終わるときはこれ赤で引っ張ろうな。はい、いい音ってイングをつけるね、いい音ってイングつけて、あぶなー、落としちゃったでも割れてない。いやー、これね、長いやつが割れるとね、ちょっとねとかなるんだよ、実はね。弱った今日、いいことある。はい、じゃあね、いいで終わってます。はい、終わってね、メイクね、テイク、テイクアバースとかね、プロに入るとかでしょ。で、use、使う、ね、come、ね、あと、practice とかさ、ね、まあまあ、いっぱい、light とかさ、いっぱいいいで終わるやついっぱいあるから、ね。はい、もうこれはもう出てきたたびにもうね、処理しちゃってください。ね。はい、で、いい音って意味だから、はい、making。いい音ったよ。ね、もう全部同じ、これ例外ないから。はい、で、take。ね、はい、using、はい、coming、ね、writing とか practicing も全部そうだよ。はい、 OK、 大丈夫かな。これ1個目で、2個目はね、単母音プラス子音で終わるときは子音を重ねていいの、なんかよくわかんないね。はい、じゃあね、まずね、子音を重ねていいの。はい、つまり最後の文字をもう一個重ねるやつがあるんですよ。run、swim、get、set、put ね、どうなるって言ったら、もうこうなる。ちょっと下に書くよ。わかった、わかった。 running、 n もう一個くっついてるでしょね。はい、ということは、そうそう、もう分かったでしょ。スイムも最後の文字重ねてスイミング、そうそうそうね。で、ゲットアップ、起きるとかで使うね、ゲットね。はい、ゲッティング、これも T 重なったよ。はい、座るのシット、はい、シッティングで、物を置くと
かいう意味のプットプット、はい、全部語尾重なってる。 OK、 もうねこの5つ覚えていけば OK ね。はい、ランニング、スイミング、ゲッティング、シッティング、プッティングね。はい、言っとくけど俺ネイティブじゃないからね、発音もんな得意じゃないよ。一応言っとくぞ、それはもう前もって言ってるけどね。とりあえず文法をしっかり教えるよね。はい、じゃあ次否定文作り方ね、これね次回やるけど今回軽くいきますね。 B 動詞の後ろに乗っただけ、別に難しくないでしょ、今日やっちゃってもいいぐらいだよ。 B 動詞の後ろに乗っと入れようねっていう、だからここに乗っと入れるだけね。 Is not, am not, are not, ing っていうね。はい、だから主語 B 動詞 not, ing こんだけで、訳は何々してませんね、していないとかね。はい、まあ今日はさらっていっちゃうよ。はい、疑問文、疑問文は B 動詞を文の先頭ね、だからこいつがビヨーンって前に行くだけ、そんだけね。はい、で B 動詞主語イング、イングは残して、イングはそのままだよね。で何々していますか、そんだけ。はい、ということでじゃあね今日はポイントね、今ね今日やるのは肯定文だけ。はい、じゃあこっち見てくださいね。はい、今タブがあったので、はい、じゃあいやー、はい、じゃあね、なんだっけ、現在進行形だな。はい、訳ここ見て B 動詞プラス、あー、いやこれね言おうか言わないかいつも迷うんだけど、あのね、まあ、一応言うわ。あのね、なんだかわかんない、俺もねよくわかんないんで、なんでそうなっちゃうのか。俺一言も言ってないし、多分学校の人たちも一言も言わないはずなんだけど、なんかこう書くやついるんだよ、なんかわかる？スタディ、これ Y なくなってんでしょ、これ全然違うからね。これあのさ、三単元の時は Y を I に変えて ES だけど、これイングの時は普通にスタディ Y ついた状態、普通の状態にイングだよ。これね、なんだか知らないけどいるんだよ、これ。これ不思議だよね、本当に。なんだか俺にもよくわかんない、謎怪奇現象これね。で気をつけろな。はい、じゃあ行きまーす。はい、じゃあこれで現在進行形、つまり何々してね。さあ、じゃあ訳そう、現在進行形で訳すよ。はい、剣は何ますって、でしかも now ってね、これ今っていう意味、まあ知ってるんだよね。これちょっと書いておくよ。でね、現在進行形って文の最後に now とか、これがね入ってくることがあるんですよ。あったら今ってつけて、なかったら別にいらないからね。はい、剣は今ね、数学を勉強している、ね、ちょうど今やってんぞっていうこと。よし、はい、できた。じゃあね、そしたらもう現在進行形できるよ、だって B 動詞プラス ing にすればいいんだもんね。はい、ということで2番、はい、食べている。はい、3番、自分の部屋。あ、ちょっと3番さ、私の父は自分の部屋で本を読んでいる。自分の部屋っていうのは、ここに合わせるよ。お父さん男の人でしょ？だから、彼の部屋になるんだよ。もしここが私だったら自分の部屋、マイルームになるよ。言ってることわかる？もしここが彼はだったら彼の部屋だよ。彼女はだったら彼女の部屋。そういうこと、自分の部屋っていうのはね。はい、本を読んでいるね。はい、サッカーを練習している。はい、全部現在進行形。はい、じゃあ3つ行ってみよう。ちょっと待った、あの公園でイン忘れんなよ、自分の部屋でイン忘れないでね。はい、本、複数形だったらブックスにしてよ、一冊だったらあ、ブックにしてよ、そういうとこで、あとはね。はい、じゃあストップボタン押して3つやってください。 OK だったら3
再生ね。しかも俺がなんかこんなになってるところで止めないでよ、ね、かっこいいところで止めちゃって、はい、じゃあ止めてやってください。はい、じゃあ行こう。再生を押したね、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 押したね。ちゃんと解けよ、自分で一回解かないでよ。はい、じゃあ行くぞ。彼女は夕食を食べているね。はい、主語は彼女は、ちょっと主語ぐらいはちゃんとマークしようかね。はい、ってことは、はい、答え C。 はい、現在進行形だから、ちょっと最初書くよ。はい、 B 動詞プラス、まあちょっとね、本当だったらね、ちゃんとしっかりなんだっけ、一般動詞の原型にイングって書きたいけど、ちょっともう書くとね、長くなっちゃうよね。はい、 B 動詞プラスイングね。はい、で夕食はディナーでおしまいとね。さあ、じゃあここちゃんと入れましょう。 C だから is で、食べるは eat、 普通に eating。 これもさ、あえてね、ちょっとね、2番目出したんだけど、これも怪奇現象でね、 t 重ねる人いるんだよ。重ならないよね。はい、じゃあ次2番、私の父は、はい、これ主語ね。はい、じゃあ主語書くよ。で、そしたら現在進行形だから B 動詞プラス一般動詞の原型にイングね。はい、ここだよな、ここだよな、この形だな、ここがポイントでしょ。はい、じゃあいくよ。はい、じゃあ答え My father ね。で、読んでいるだから is reading。 はい、これも普通に ing ね。で、 a book または books ね、ちょっと下に books も書いておくよ。こういうのちゃんと気をつけな。はい、で、 で、 だから in his room ね。はい、できた。現在進行形のポイントここね。はい、さあラストね、もう大丈夫でしょ。はい、彼らは、はい、これ主語だよ。はい、で主語から書いて、で現在進行形だから B 動詞、今度はあんなるぞ、複数が主語だから。でプラクティシングのイングだね。はい、E で終わってるやつね、プラクティスはね。はい、なので気をつけてよ。はい、答え They are practicing。 まあ、もう E 取ったぞ、E 取ったぞね。もういちいちこんな感じに しないよ、もう取ったからね。いい、はい、で、サッカー in、あのはザットだったよな。だから、in ザットパークだぞ。in ザパークじゃねえぞ。はい、できた。これで現在進行形。ね。はい、ということで、大丈夫でしょ？大丈夫でしょ？ポイントここだよ。ね、いいで終わってるだけでいいのの付け方。で、それと、あとは、重ねるやつな。ランニング、スイミング、ゲッティング、シッティング、プッティング。ね。今回出してないけどね。はい、ということで、大丈夫だな。さあ、じゃあそしたらね、コンテンポはもうできまーす。じゃあね、予習もできるようになったから続けて否定文疑問文も見たいっていう人はもう次のね、ビデオを見ちゃって、で、否定文疑問文もできたら問題カンカン解けるよ。ね、で、最後ちょっと応用さ、ね、できるようになったらもう何でもできちゃう。で、あとは語彙力、単語はもうどん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 覚えな。もうこれはね、本当にね、塾の先生とか学校の先生に言われなくても、単語はね、ガンガン覚えてもいいよ。ね、そうするとね、やっぱりね、英語伸びる。いっぱい言葉知ってる子の方がね。はい、ということで頑張ってやりましょう。さあ、じゃあ次回否定文疑問文ね、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。